はいどうも、千葉ロッテマリーンズ数多の困難を乗り越え CS 進出おめでとうございます。ミストです。はい、本日はですね、メンテナンスが明けましてミッキー&フレンズイベントが開催されたということで、まずはガチャの方から引いていこうかなと思ってたんですけども、今回のこちらミッキー&フレンズイベント記念ループガチャの使用上、私もね今引くか非常に迷っております。まあどんなね性能なのか早速皆さんと一緒に確認していきたいと思います。はい、詳細見ていきましょう。はい、まず初回パーソン30個で PR 以上のハッチミソノが1枚確定。2回目がパーソン40個でエサリジョのイビキャラが2枚確定。3回目がエサリジョのハッチミソノが1枚確定。こっからパーソン50個ですね。で4回目ミッキーマウスハッチドナルドダックミソノのみが出現。5回目エサリジョのハッチミソノが1枚確定。6回目ミッキー&フレンズイベント記念エサリ選択事件1枚おまけでプレゼント。7回目 PSR のハッチミソノから1枚確定ということで、これねループガチャなんですけども、70連してようやくワンループなんですよね。これがねちょっと私の頭の中に引っかかってまして、まあ皆さんもね、まあ、同じ感想を抱いてる方たくさんいらっしゃると思うんですけども、70連でワンループイコール石320個なんですよ。320個のガチャでワンループっていうかループガチャと言われましても、いやいやいや、それはちょっと、それはちょっとうーんってのが正直な意見でございます。で、もう一つ引くか悩んでる理由といたしまして、まあ、この2人ですね、現状をまあブレイン強化は終わってしまったので、クロスナイン投手アスレティス野手で使えるかというふうに考えた時に、まあミソノの方は金徳2種で補給条件持ってて、まあなんとか使えるかなっていう感じはするんですけども、ハッチに関してはまあクロスナイン投手やるのであれば、全然今まで通りのね古谷沢村型のテンプレデッキがガチガチに強いと思いますし、ちょっと即戦力ではないっていうのが正直な意見なんですよね。なのでまあ今現状2人とも確保必須ではない、そして入れてもまあ大きく選手ランクが変わるわけではないというところで、まあちょっと今すぐ引くべきではないのかなっていうのが、まあ、個人的な感想でございます。であとはイベントの特効になるかどうかとかなんですけども、来週開催予定のゼニペラの特攻になるとか、まあ、必要なキャラになってくるかとか、まあ、そういったところもわからないんですよね。でガチャ期間も11月26日まであるということで、ここまででもしかしたら新高校の戦国高校のね、まあ、情報の先出しとかまああるかわかんないですけども、まあ、年末までに強化高校、だったりとかあった時に、あこの2人使えるやんってなったら引くっていうね判断を下すこともできると思いますし、それも含めて今このメンテナンスが明けてすぐガチャするべきではないのかなと私個人的に思いました。はい、ぜひね皆さんもねコメント欄等でねご意見要請いただけたらなというふうに思っております。今までループガチャってまあ多くて30連40連だったじゃないですか、ほとんどが30連かな。で急にこれ70連でループガチャと言われましてもちょっとね、予算的にも年末が近いということもあって厳しいという方が多いのではないでしょうか。でちなみにこれハッチミソノともに PSR50 になると強いテーブルみたいですね。はい、特にミソノに関しては精神ボーナスが10に入る、まあ今流行りのテーブルみたいなのって、まあ、50になって強くなるテーブルだとね、もうフレンドさんでいいやっていう考えもできますしね、まあ、ワールド以下に進むと同じ考えですけどね。なのでまあ私は今すぐ引くのは一旦ステイしたいと思います。今後の情報次第で、あこの2人持っていた方がいいなってなった時に引くというね結論を下したいと思っております。はい、なので今回はねガチャは引かないという結論を下させていただきます。代わりにこの無料10連ガチャ今引いてみましょう。あとマジで待って、これはキラン来てほしい、キラン来てほしい、お願い
おお、来た。え、これ PSR 確定じゃないよね。これは常設。あ、3枚熱い。さあ誰来る。ホムラからのアスレテウス。うん、ビビちゃんアスレテウス来い、アスレテウス来い、アスレ来い。うわー、くっそ、これガクトだったら当たりだったな。もう一個右にずれてほしかったっすね。まさかの無料10連ガチャで神引きできました。ありがとうございます。いやー、まあ番外編みたいな感じでね、激アツな引きできたんですけども、うん、であとはイベントがねちらほら来てますので、そちらの解説をして今回の動画は終わりたいと思っております。はい、まずはメインイベント、サイコロパレードですね。こちらの報酬で SR の、ミニ木枯らし量かなをゲットできるみたいです。今回これめちゃくちゃ期間長いんでね、うん、まあ、たくさんねチケットがある限り周回することをお勧めいたします。配布で2種上限っていうね、まあ、かなり素晴らしい性能で来てますので、最近パワープロを始めたという方は特にね絶対にゲットして、イベントで必ずね45にはできる性能になってると思いますので、しっかりと条件解放もしていきましょう。はい、まあサイコロパレードの解説はいいかな。もうスゴロクです。はい、本当にスゴロク。野球勝負はほとんどないので、はい、スゴロクを楽しんで、まあ、選手チームを強化していくっていう感じですね。まあチームを強化していくっていう意味ではゼニペナに近いものもありますので、まあ、ちょっとゼニペナの模擬練習みたいな感じもできるかな。まあでも選手理解がほとんどないからそんなに、うん、似てるようで似てないような感じなんですけどね。うん、累計報酬とかなんかもらえるんかな。ライバル勝利報酬が、はい、まあこんな感じで、うん、まあこれ全部もらえれば両チームは45にできるでしょう。あれ、そら今回ね一番お話ししたいのがこのミッキーマウス像、ミニーマウス像、ドナルドダック像についてですね。これは後ほどお話ししたいと思います。でチームラック達成報酬でもまあこんな感じで、うん、両チームいっぱいもらえますね。パワーストーンもいっぱいもらえると。これね、この SS までね、私までしたことないんで、ちょっとこれ今回頑張りたいと思っております。はい。で、一番ね、激アツなのはここですね。はい。まだリツイートで、うん、このドナルドダック像、ミニマス像、ミッキーマス像がもらえますと。はい。で、今引いた無料10連ガチャ、そして、プレイポイントガラガラくじ。まあ、これはちょっとね、うん。厳選されてる方は時間短縮にはならないんですけども、まあ普通に報酬が美味しいのでいいでしょう。でこれですね、全シナリオの作 P が20になるということで、まあこれが今回一番激アツかな。約3週間17日ほど、作 P20 になるので、これは非常に美味しいのかなと思っております。でキーの試合チケット、発生確率アップ、ガラガラくじで、ログインスタンプがありますと。で一番お話ししたかった、あ、これか、これですね。はい、新たに強化素材としてミッキーマウス像、ミニーマウス像、ドナルドダック像が追加されました。でこちらなんですけども、ミッキーマウス像をミッキーマウスハッチに入れた場合、そしてミニーマウス像をミニーマウス領地に入れた場合、ドナルドダック像をドナルドダックアンパンに使用した場合、レベル上限解放する可能性がありますと。ベースビキャラが R だと 100% で、上位リアリティほど確率は低くなりますといった感じになっております。なので、まあ、今回比較的解放という意味では、うん、全キャラしやすい形になってるのかな。 PSR がどれくらいの確率かちょっと分かんないんですけども、うん、まあどうだろうね。 SR が 30% としたら PSR 10% とかになるのかな。まあそれ次第ですけど、まあ、配布でもらえたりもできますので、そこのね解放はうまくいけば本当に安く済むんじゃないかなと思っております。でまあ領地に関しては、まあ、使わなくても多分45は硬いでしょうといった感じですね。はい、なので、今回のメインは作 P20 かなというところで、作 P20 と、サイコロパレードをまあ遊び尽くすという感じになるんじゃないかなと思ってますね。はい、という感じで今回の動画は終わりたいと思います。まあ是非ね、このミッキーのフレンズイベント記念ループガチャについてのご意見コメントお待ちしております。チャンネル登録、高評価お願いいたします。では失礼します。 See you。